絶好調に OK。 今途中まで撮り寄ったら上にお客様が来て途中で消えてしまった、なので仕切り直し頑張りますね。寝てないです。一睡も今日してない。昨日あったねセミナーで、こう日本でもう本当超有名な SAQ トレーニングっていうのがあるんですけどね、それの神様って昔言われてた。で今でも日本のトップ、トレーニングコーチって言っていいんかな、トレーナーって言っていいんかな、のね平岩さんって方のねセミナーを受けて、もうめっちゃ感動してね、めっちゃなんか興奮して、昨日一睡もできんまんまね、今日朝野球のねサポートとか行ってまだ寝てないけど、ちょっとこう思考がポヤンヤーンってなってるんやけど、その興奮したことをね今日はちょっと言おうかなと、思う前に頭ポヤーンと、寝不足でポヤーンと、してるんやけど、笑いようがやろう、ね。まずは発声練習ね。お腹叩いて、手叩いて、挨拶して、そう。なんかね、俺の教室でね、なんかテレビでやってたそうですね。先生の教室でね、インフルエンザにねかかりにくいエクササイズやってますよっつって、まあやってる俺が、え、なんですかって聞いたら、唾液を出すとねいいらしいですね。唾液を出すと免疫力が上がってね、そのインフルエンザかかりにくいらしいですよ。なので唾液出しましょう。舌でほっぺた突き出して3回などります。はい、反対、上、下、大きく3回ずつ回します。はい、逆回し、OKOK。 はい、じゃあ早口言葉ね、パタカラって10回言いましょう。パタカラ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 、はい、パタカラ言えるようになったもんな今。教室で言ってる早口言葉はもう一個ね、シュスヒジュスシュチン。鴨さんの YouTube やったかな、まあ講演家になるのに、そのウイロウリっていう落語家さんたちがね、口のトレーニングをするのに、言うなんか早口言葉いっぱい入った、なんかその中のそれをね引用というか、こう抜粋してこう教室でね早口言葉脳トレと思ってね、やりましょうっつってね、シュスヒジュスシュスシュチン3回言います。シュスシュスヒジュスシュスシュチンシュスヒジュスシュスシュシュシュサシスセソがゆえんタイプやな。シュスヒジュスシュスシュチン OK。 じゃあほほははリズムよく動きましょう。はい、ほほはは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 、笑おう、はははははは。ね、3キロ増えてた体重も昨日、そうだから昨日ね、やっぱ体使うよりも頭使った方がやっぱ体重落ちるんですかね。昨日でね綺麗に3キロあと1キロやったのが落ちてしまいましたね。落とすのないんやけど、なんかたまったもの投げよう。はははははは、はい、ほっほっはははほっほっははは、イエーイ、はい、いいだいいだ、イエーイ、オッケー。昨日すごい興奮したのは、僕よくあることは、そのやってるなんかね、まあ、ひとりさんの方にしても鴨さんの YouTube にしても、昨日のセミナーにしても、あんで僕の師匠の昨日その平岩さんって有名なその日本のねトップのその人のお弟子さんに、僕は吉原先生という人にトレーニング習ったんですね。だからもうね、すごい分かりやすくて、本当吉原先生ありがとうございます。もうみんながねうーんって感じでね、なんか一生懸命必死にやってるのに、はあはあ、なるほどなるほどみたいなね、すごい、有意義な、もうなんか自分のやってることが正しかったんだっていう答え合わせを、その答え合わせなんですよね。よくこう人の出会いを求めたりとか、こう迷ってるから答えを見つけにとか
よく行くんですよね、みんなセミナーとかね、人に会いに行ったりするんですよね。で、僕の場合はそういう感じじゃないんですよね。もう常にいつも事件は現場で起こってるので、もうポン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 解決していかないと、こと進まないんですよね。で、解決していって、結果も出たりとか、全部成功しないですからね。失敗しちゃ改善して、失敗しちゃ改善して、ほんで、なんとなくいい流れになったぐらいの頃に、ちょうど本がやってきたりとか、そういう YouTube がやってきたりとか、今回みたいに、セミナーとかがね、もうめったに行かないんですけど、久しぶりにセミナー行ってよかったですね。ただ、今までやってきたことが正しかったんやなっていう答え合わせをね、もうしびれましたね。その平岩さんは、ちょっと話した時に、ああ、そんな昔そんなこと言ってた、もう忘れたなとか言ってたんですけど、選手に気づかれないようにパフォーマンスを上げさせられたら、そのトレーナーとして一流よねって、選手が自分の手柄と思って、パフォーマンスが上がるように誘導できたらね、一流のトレーナーだねって言ってたのが、今でも僕の中でそれが なんか指針中か、トレーナーの仕事に対してそうなんやけど、本当に僕の場合はちょっと違うのは、本当に自分が育てたって思ってないんですよ。なんかサポートはしたんやろうけど、なんか勝手に、だいたい僕の言ったことじゃないことをしだした時が一番伸びていってるんですね。で、俺そういう伝え方したっけとか、そんな教えたっけって言うと、先週、ああ、ですよって言われて、いや、言ったことと違うやん、とかは言わないんですよ。 ああ、そうなんや、でもめっちゃ動き良くなったけどよかったねっつって だからその子が勝手に本当にパフォーマンスは自分で、ね、引き出してとか、いろんな、ね、周りの僕だけじゃなく他の人のとかも全部取り込んでよくしたんやろうなって思うんですね。だから、あの子俺見よったんよとか、なんか言う気持ちになれないんですよね。一番付き合いの深い長いたっちゃんでさえね、やっぱ伸びていった時はもう僕じゃないんですよ。僕、ああ、もう俺の教えっていうか、俺が言ってることはもう、もう超えていったなって思ってた時に、いいんやないんって、もうだからその後はもういいんやないんって、今たっちゃんもね、お弟子さんとかといろんなことが起きよっけど、それでも、いや、もうよう頑張ってると思うよって、いいんやないって、言ってるからね、もう俺より全然指導者としても上ですよ。で、そのね、平岩さんがこう本当に、なんか一番しびれた言葉は、選手にね、こう見て、動きを速くするのが僕たち仕事なんですよね。動きを速くとか、パフォーマンスを上げるのが仕事なんですよね。それを言うのに、平岩さんがこうそれを言ってしまったら、神様に喧嘩を売ってる。喧嘩を売ってるって言ったんかな、ちょっと思い出せん。神様にこう反逆やないけど、喧嘩を売ってるって言ったんかな、行為をしてるんじゃないかと思って、ちょっとこう気が咎めるみたいなことを言った時に、もう一番ジーンっていうかね、で、僕もそう思うんですよ。こう言うんですよ。言うんやけど、言ってもやるんですよ。だってその人はその怪我を経験したいんですよ。ね、これトレーニングっていうか、選手とかスポーツ選手に限らず、仕事場の同僚にしたって何にしたってやるなっつっても、もうそれを経験せんと、その痛みが分からんし、もうしょうがないんですよね。その人の人生を邪魔することになるんじゃないろうかって思って、ちょっとこう、俺の言う通りにしろみたいなことはだから絶対ないんですね。こうはどうなのみたいな選択肢を言うだけなんですね。もう本当。で、選択肢は与えるけど、その選手が決めたことで。で、ちょっと痛手を負っても、あ、そのくらいで終わってよかったねってもう言ってあげるだけなんですね。もうその人は絶対にその経験をして、パフォーマンスが上がる、上に上がる、人生に対してもレベルが上がるっていうのは、もう
それだけはね、信じてあげられるっていうか、それだけはわかる。でね、もうそれを信じて、いつそうなるのっていうのは、それはそのね、もう、俺にもわからんけど。でも俺と一緒にいるんであれば、絶対にいい人生になるんよって、最近、ちょっと平岩さんの話じゃないけど、その、ある、ちょっとね、自分を傷つけてしまう、子がいて、とにかくね、やめにやったらいいけど、俺のね、その、塾をね、やめにやったらいいよって、なんかちょっともう心が重たくなって来れんことになったりするかもしれんけど、それでもやめんやったらいいよって、ね、ちょっと休んだりしても、またね、光を見たくなった時に来て、でとにかく、やめなさんなと、俺と出会ったんであれば、今、あなたが今、その起きてる、現状は後々、ああ、あのおかげでこんなに良くなったってね、あんなことしたなって笑って笑い飛ばせる時が絶対来るからね。で、そうならずに気づかずに終わる人生の人もいっぱいおるけど、俺と出会ったんであればそうじゃない、絶対いい人生になっていく人なんやろうけね、やめなさんなよっつってね。でね、また平岩さんの話に戻るけど、で昼からのね、実技の時とかも本当吉原先生の授業を受け負ったおかげで、その人のね、こう奥の深い、進めてることも、ね、やっぱこう違う人間なんで、少し意味合いがこう指導の仕方とかね、伝え方は違うけど、ああなるほどと、ああ吉原先生はなんかもうすごいね、全部こう点が線じゃないけど、線が太くなんかなったみたいなね、こうこういう 線がね、こうつながってこうあったんやけど、その線がもっと太くなったようなね。いやもうだから、でふーってあのね、100人以上いた中でふーって取り掛かって、おもうこう僕がやってる子がね、動きがよくなってるんでね、いい指導だねって言ってもらった時にね、プロですからって言ったら、もうすごい苦笑いしてね、褒めると伸びるタイプだねとか言われてね、とか、最後に集合写真を写った時にね、たまたま平岩先生が真ん中で、僕真横に座る位置になってしまって、ほんで「いやもう本当今日感動しました、ありがとうございました」って言ったらね、握手をした時に共にっていうか、なんていうんですかな、一緒にみんなのねパフォーマンス上げていこうみたいなことを言ってくれたんですよ。もうそう思うんだから、もう本当ね、めっちゃなんかもう感動した。もうちょっとの会話しかしてないんですよ。しゃべとってくださいってね、ツーショットも行った時にすごい嫌な顔されて、あ、でもその吉原先生にしか見せないんでって言ったら、ああいいよいいよ、もうもう SNS 全部流しなさいみたいな感じで、にゅってね、こういつものこの決めのポーズで、写メモにツーショットで撮ってもらって、もうそんな興奮状態だったから、もう一睡も眠れんでね。でも本当にこの10年間のトレーニング指導の本当に集大成、いつも吉原先生にも答え合わせをもらいよったんやけど、その吉原先生の師匠にね答え合わせをもらったんで、その前半の講義の時に、そのね、人生のなんか深いですよ、もう宇宙理論からしっかり、それはもうそうなんやろうけど、あ、この人はもう全部、勉強してる人なんだなといや俺が言うのもおこがましいけど、それもリンクしたというか、共鳴、俺がね勝手にできたことがもう本当に感動しかなかったですね。中感動した話ができてよかったねー。はい、ほっほっはっはっほっほっはっはっ、イエーイ、はい、いいだいいだ、イエーイ、オッケー、神様本当にありがとうございました。ということで、大丈夫って受解を、大丈夫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 、オッケー、ついてるって受解を、
ついてる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 。答え合わせももらったしね、新しい気づきももらったし、チャレンジしてみようと思うこと、課題、ね、この10年間のその、気づかれずにパフォーマンスを上げるっていうことは気づかれずにパフォーマンスを上げるっていうか、パフォーマンスを上げたっていう、俺が気づいてないっていうねすげえな、この人なんでこんなにパフォーマンス上がったんやろみたいなね で、新たな気づき、これはね、ひとりさんも言う、また下のまたじゃないですよ下ネタじゃないんですけどね、またこの人に会いたい、またこの人のトレーニングを受けたいって思われるような人を目指す。やっぱもう、やっぱね、言ってる人たち、成功してる人たちはみんな一緒っすね。で、その成功してるあの平岩さんでさえ、なんかね、やっぱ新しいクライアントとか新しいチームに行くときは普段不安な気持ちがある。で、契約するときもやっぱ月1回なのか週に1回なのか、そういう契約のせめぎ合いもやっぱ今でもしてるんだなっていう話も聞けたのが、もう本当なんか人間味のあるね、素晴らしい人でしたね。俺ついてる言った10回、もう一回言っていいですか。ついてるついてる、もう認知症かな、ついてる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 、よっしゃ、あ、16分もいった。36、ついてる笑顔でによっしゃ、チャンネル登録よろしくお願いします、高評価ボタンもよろしくね。46 47 48 49ポチッ。